5日連続で100人を超えました県内の新型コロナウイルスの感染者ですけれども昨日県内では新たに150人の感染が確認されました5日連続で100人を超えていますで、この150人というのが去年の第5波のピークで確認された230人に次ぐ過去2番目の多さということになりましたクラスターも5件発生しています新たに郡山市の事業所 相馬市では小学校、会津若松では小学校二校ですね。こちらは、えー、児童十二人です。そして会津若松市の中学校という状況です。内堀知事は県内のまん延防止等重点措置の適用地域を拡大する考えを示しました。昨日は郡山市では過去最多の四十五人。稲苗城町で二十一人、会津若松市で十九人。 福島市で十七人、いわき市で十五人など。十七の市町村と県外で百五十人の感染が確認された県内。病床の使用率が三十八パーセントのほか。十万人当たりの陽性者数と療養者数は。対策を強化すべきレベル三の水準を超えています。